はい、というわけで、青鬼ね、2回目2回目、始めます。始めます。終わります。なんでや。そんなね、じゃあ、足、まあまあまあ、もうやめとけ。それ以上はなしだ。本人見てるかもしれない。怖い怖い怖い。でね、前回ね、先生に会って青鬼を巻いたところで終わったのかな。はい。だから次は何だろう、いろんな謎解きが待ってるのかな。謎解きが待ってるといいですね。ガチャガチャの前でね、終わったと思うんだけど、はい、ちょっといろいろ探索になるかなって気がする。小箱だ、小さな引っかかりがある。ここを回せば開くのかもしれない。爪でやれ。爪で。あ、釘抜き。ダメ。釘抜き、これど、うわー、鬼いそう。あ、びっくりした。ビビってもう大型巨人。何この、ケーキじゃないのこれ。アルコールランプなんだ。ケーキ、絶対ケーキだと思った。腐っているようだね、うん、甘そうだとか。甘そうだね、うん、おう、何か大丈夫か、ほら、何か大丈夫か。散らばっているぞ。本当だ、急にこいつが歩き出す方が青に出てくるより怖い。東京タワーみたいなやつ。何、おー、びっくりした。ちょっともう画面をずっとじーって見てるだけで突然動きがあるとびっくりするぐらい。顕微鏡か。だから広告急に消えんだって、真っ暗になるの。高島屋な、高島屋が明るいからさ、ように画面の中で急に消えるとすごいびっくりするんだよ。確かに。下は、あ、ここにロッカーが一つあるんだね。よしよし、ありますね。ここにもあるね。よしよし、あるね。あ、なるほどね。避難場所を確保する。どうするんだろう。確かに。あーと、そっち鍵かかってんだよね。そうだね。じゃあそこまだもんね。みんなを探しに行こうっていう。そこダメでしょう。うん、アイテム何があったっけ。10円玉。10円玉か。だいぶ錆びている。錆を落とすのかな。あ、これなんか消せてよ。何だったかな、なんかアイテムあったもん。これを消すアイテムがあるんだ、うん、これ消すアイテムがあったはず。そこまではやった。あー、おー、びっくりした、びっくりした。これちょいちょいちょい、ちょ、君の声でかすぎるんだって。びっくりするわ、マジで。ごめんって。思いっきり今ごめんって下向いてたもん俺。膝でこう鼻をかこうとしたら。あれ、なんか開いてない。これもともと開いてた。あ、違った、開いてない、ごめんごめん。ちょっと怖いこと言うなよ。画面ちゃんと見ててよ。はい、すいません。でもなんかさ、うん、そっちの方が早いんだって。早いね、確かに、うん、俺パソコンの方見てるけどさ、パソコン俺が入って遅いもん、うん、そうだね、遅い、ちょっと反応が。これ分かんないな、適当にやったら当たるかな。どこ行くんだろう。10円玉、あー、でも10円玉あれか、錆びてんだもん。体重計に乗せてみる。10円玉反応するか。グラム、グラムでしょ、うん、世界は。そうだね、どうしよう。だってこれ何、黒板か。さあ、あそこのカーテン開けるしかないよ。これ、ああ、ああ、もう何もないし、もうやだ。ああ、あった。あ、なんかある。メモ用紙。あ、違う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 、セーブ1回ね。あー、もうよし、死んだら元も子もないからな。メモ用紙はちょっと1回。星 7g。 え、書いてあった。書いてあるよ。星7、四角4、三角2。なんだ、あれじゃない、なんかアルコールランプで燃やしてみる。あれ。あ、転が
さないでよ。ちゃんと管理してよ。手の上なんだ。クッション。くる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 しない。え？スペースがなく同時に2つまでしか置けないようだ。何が？何の話？ああ。なんだ？え、お前が乗るんじゃないんだ。メモじゃないじゃんさっきの。星 2g。 ダメなのこれ。どういうことなんだこれ。だよね絶対。そうだね。742。どういうこと。星3。742。星が7でしょう。ああれじゃない、あの横にあったやつ。その右のさロッカーにさなんか書いてあったじゃん。え？関係あるかこれ。積んだ早速。じゃあ7と4置いて11にしてってことじゃない。ああ、そういうこと。足し算をするね。はーん。742でしょ。742だから。え、最後何？6って何？2と4。あ、2だよか。うん、そうかそうか。あ、そうだね。ということは2、3回置けなくねと思った。最初が11だよね。で7だよ。星型と星3だから。しかもこれだ。本当に大丈夫？わかんない。2つでしょ。星型と三角形が次2だっけ。11。三角四角がなんだっけ。四角が74だ。4。だから次1つだけ置くだよ。次2だもん。ミスった蹴っ飛ばせ。そうそう。大丈夫、部屋から出なくてリセットされない。うん、されないんじゃない。大丈夫かよ。1つ7、その次2だよね。三角置いて三角で6でしょ。うん、だから三角と四角や。ミスった。変なタップ。おお、鍵が開いた。どういう仕組みだね。分かんない。このゲームはおかしいんだよ。水着イベント開催って最近こういうの多いよなマジで。水着イベントを開催すれば何か寄ってくるとでも思ったか。思うたか。鍵が開く音がした。早いんだってそっち。早いんだって。ごめん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 。俺理解ができない。ごめん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 。それは申し訳ないです。あれセーブしたっけ。うん、したあれ。あ、出る、来ない。あれ、じゃあ、あそこは開いたんじゃない の、 あのさっきの番号書いてあったロッカーみたいな。番号が開いたロッカー。あ、ロッカーじゃなかったの。なんか番号が彫ってあった。ああ、はい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 。これロッカーなんだ。エタノール、あれじゃないですか。なんだっけ。アルコール。だから消せるんだ。これで。え？いや違う。これだ。これでしょ。だよな。うん。そこにアルコールを使うんだよな。エタノール。エタノール。入れた。発火剤は？発火剤。10円玉？十円玉。尻。入れただけかよ。なんかそれ消せたんだよどっかで。何だったかな。
水着イベント4月24日までだってどうぞ。おかしいだろ季節が。どこだ鍵閉まってたんじゃないこれ全部だって。出たのが出ました。出たね。顕微鏡でちょっと覗いてみる。使えない。これも使えないでしょ。あれはあでもあれがグリーンブラックはそのメモが分かんないのか。あーそっか。じゃあもう片っ端から本とか調べていくしかないですね。そっち行けないでしょ。だるやつっすわ。そっちは行けるか。これが回すもの、これか。いけるんかいそれ。スライドガラス。スライドガラス顕微鏡。顕微鏡か。何見んのスライドガラス。知らないよ。なんか挟まってるってこと。ミジンコとか入ってないんだろ。ミジンコに数字が刻まれててとか。いや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 、ミジンコが怖いわそれは。で真っ暗だ。何も知るか。ちゃんと覗けよ見える位置で。明るいとこ行けよって話やんな。せっかく置いたのにな。なんか使えるのかな。そんなに苦労したのか置くの。重たいから運んできたのに。スライドガラス重かったの。重かった重かった。マジか。で鍵かかってるでしょ。でこれも中途半端でしょ。燃やすものが何？燃やすものがないと火がもったいない。は？どういうことやねん。エモ用紙で燃やしとけ。ああ使えるのかなということは。ここでは使え。そこの本はない。これ本なの？じゃあさっきの部屋の。腎臓に。うわぁ、じゃあ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 、時間差時間差。怖い。やりたくない。このゲームえぐいよマジで。これなんか早いね。まあそこまで来れば大丈夫と思ってるだろ。なんだろうね、ジェットコースターに乗ってる気分みたいになる。急に来たら。そう。ゾワってしない？かなり。俺はゾワじゃないもん。どっちかというと。うわだもん。とりあえず敵避けたから。で、そう人造人間じゃなくて、人体模型の横の本棚は何かあったっけ？ないですかっていう。そっちじゃない。チリガバガバだわ。おい下出したら。そこ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 。あ、本じゃないか。本じゃないんじゃない。本じゃないな。おお、びっくりした。ウィンナーウィンナーじゃない。手だ手だ。ウィンナーは。で手はついてないようだから。なんで取ろうと思ったの。びっくりだよ。なんで取っちゃったんだろう。ん、これはこれはまさか。なんだ。油。油。やだそんな人体模型。少し溶けたような跡があるということはロウとかかな、固めたということは。あいつロウでできてんの。なんだろう、ポロッと落ちたんじゃないかな。お、どういうことは。ついに。なんなんだよおい。火つけるのもったいないとか言ってなんか言っとったくせに、つける火がねえんじゃん。指パッチンでも。どんな摩擦だよ指パッチン。でこれが暗くて見えなかったんでしょ。で火で照らすと思うから。そうだね。モテるか知らんけど。モテるんじゃないかな。で、おお、針金、ね、発見。針金？鍵が開けれるとか。
そんな、そんな、そんな巧妙な、ね、やってみるじゃん。技はないか。そんなたけしすごくないと思うけど、ダメだ。親父ザビーです。あ、そっかそっかそっか。たけしザビだったな、そういう。今何分？15分。あ、どうする？いや、もうちょっと進めたいっていう。もうちょっと進めたいね。音やめてほしい、これ。これ、あれやね。びっくりした。びっくりした。した？なんだろう。伊達政宗。4月24日まで。ここの番号がわからんと。ここをわかるためには、だから、いろいろやんなきゃいけないんだよね。おい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 、あ、ここにも隠れられるの？隠れられるなら。いや、あのなんか、ひび入ってるとこさ、消しゴム、消しゴム、これであそこから鬼出てくるんじゃないのと思ったら、そこに消しゴムあったのか。まあ、消すわな。うん、分かっとる、分かっとる、分かっとるって。で、数字が分かったわけですけども、で簡単なんじゃない、グリーンプラスブラック。あ、そっかそっか。1001か。 OK OK、 よしよしよし、セーブしとこうか。だいぶ進んだのかな、これでも。あ、もう何もなさげだけど大丈夫かこれ。給食室の鍵下かな。給食室の鍵下、鍵かかってなかったでも。あーあーね、あそこか、あそこだと思うけど。それは何も、緑のやつは何もない、ないみたい。なんかちょっとあれがね、ちょっとあれに見えちゃう、思わせぶりな、あれに見えちゃうんだよね。え、何見える、え見えない、茶色い丸いものといったらもうあれにしか見えない。ちょっと、え、何、グーグルにより終了します。何何何何、ん、分かんない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 。何、じゃあごめん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 、え、何、分かんない。ちょっと待って待って待って、反応しないんだってこれ。はい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 、え、何、一旦終わろうか、時間も時間だし。はい、なんか反応しない。なんか Google に閉じ込められたんで、うん、さよなら。また次回お楽しみに。